もう一個ちょっと重要メール来てんじゃないですか。なんすかなんすか。なんか来てんじゃないですか。なんかある？なんだろう。はい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 。これ健二郎さんやばいっすやばいっす。ないないない。めっちゃやばい。重要メール来ました。ないないない。マジやばいっす。やばい。健二郎くん最近、うん、顎伸びました。ユウさんの真似しすぎて伸びてるような気がします。気のせいですか？わら。ユウさんじゃねえよ。イサムさんだよ。あ、イサム。ユウさんじゃないこれ。イサムさんなんだ。イサムさんだよ。ユウもう漢字わかんねえぞ。漢字わかんないぞ。ユウさんじゃないね。イサムさんね。イサムさんのね、まあね、アゴイサムさんね。アゴさんだ。うん。いや、俺もなんか伸びてんじゃねえかなと思って。やばいっす、やばいっす。やばいよ。いや、今見ていますけど。うん。伸びています。日に日伸びてるかもしれない。来てますね。ちなみに、うん、またアキラさんからメールです。またかい。私ちなみにお女子です。女です。アキラさんセンスあるな。面白いわこれ。アキラさんナイスメールですね、うん、これ。こういうのバンバン送ってくださいもう。ねバンバン待ってますこういう。バンバン待って。重要なメールたくさん待ってますから、うん、こういう。ね面白いですよねこれ。ちょっと楽しいですねこれ。この企画またやりましょうよ。やりますやりますやります。はい。ちなみに顎は伸びてます本当に。はい。はいいやいいですね、はい、これこんな感じでいいですかね。はい、はい、このようなくだらない質問メールを随時募集していますので、はい、どんどん番組宛てにメール送ってください。